俺の名前はミノル。妻であるアイラとの結婚3周年を記念し、地元から少し離れた高級料亭でお祝いをすることになった。絢爛豪華なメニュー表から奮発して5万のカニしゃぶコースを注文したが、一度に2キロもの豚バラを出され、さあどうぞと言われてしまった。ちょっと待ってくれ。うちはカニしゃぶを注文したんだ。それなのにどうして豚バラがこんなに持ってこられるんだよ。カニしゃぶのコースはこんなに豚肉がセットなのか？いえ、そういうわけじゃないですよ。ただうちの店主がこれをお出ししろとのことだったので、私はあくまで店主に言われた通りにしているだけです。もしクレームがあるようでしたら店主を呼んでまいります。ああ、悪いけど今すぐにでも呼んできてくれ。これじゃあさすがの俺も納得できない。かしこまりました。少々お待ちください。はあ、参ったな。ごめんなアイラ、せっかくの結婚記念日なのに。なんかオーダーが間違って通ったとかなんかな。どうだろうね。まあ店主が来れば全部わかるでしょ。それにしても豚バラ2キロってすごいね。仮にこのコースだったとしてもさすがに一度には持ってこないでしょう普通。そうだよな。豚しゃぶもいいけど今日はカニの気分だったしな。この豚しゃぶも脂乗ってて美味しそう。お待たせいたしました。私が責任者の店主でございます。本日はご来店いただきありがとうございます。お出ししたメニューに間違いがあるそうですが。ずいぶん大男だな。うまいもん食ってでかくなったんかな。えい、ビビるな俺。そうです、間違いがあるんですよ。俺たちは5万のカニしゃぶコースを注文したんです。それなのに店員さんが持ってきてくれたのはこの豚バラ2キロだけ。この他に届くものがあるかと尋ねたらないって答えられた。あ、いやいや、カニしゃぶ頼んでるのに豚バラだけってありますか？コースについてるメニューかなと思ったんですけど、他に来るものがないって言うならオーダーが間違っているとしか考えられない。すいませんが、オーダーが間違っていないかどうか確認してもらえますか？間違ってないですよ。ちょっと、確認もしないでそんなことを。間違ってるわけないんですよ。だって俺が確認したんですから。カニしゃぶコースは本当に裕福な方しか注文されないんです。もしそういう方は、身なりから一般人とは違いますよね。しかもうちは高級料亭、いらっしゃる方も一流の方ばかり。それなのにあなた方と来たら、何ですかそのみすぼらしい格好は。みすぼらしいって何ですか。これでも俺たちは一長らで。とにかくあまりお金に余裕があるようには見えませんでした。なのでこちらから気を使って一番下の豚バラコースに変更したんですよ。それにうちの豚バラは一番下と言ってもかなり高級な肉です。まああなた方にはわかるとは思えませんが。なんだよそれ。俺たちが貧乏だから気を使ってくれたって。こっちだってそれなりに準備してきてるんだよ。なのに勝手にこんなことされちゃいい迷惑だ。今すぐ注文してあったカニしゃぶを持ってきてください。それは無理だな。どうして無理なんですか？ちゃんとオーダー通ってるんですよね。だったらその通り持ってきてくれればいいじゃないですか。それともカニの在庫がないとか。だったらオーダー取らなきゃいいじゃないですか。カニはありますよ。しかも今日仕入れたばっかりの生きのいいやつが。あるならそれ出してくださいよ。こっちはね、結婚記念日で来てるんですよ。美味しいカニが食べたくて来たのに豚バラをドンと出されたんじゃたまらない。チェ、ギャーギャーとうるせえな。うちは安い居酒屋と違うんだよ。だから貧乏人は嫌なんだ。お前らには豚バラで十分なんだよ。貧乏人の舌にぴったりだろ。なんだよそれ。どうしてあなたにそんなこと決められないといけないんだ。
ていうか、さっきと態度が全然違うんだけど。何？もしかして俺らのこと本当に貧乏人だと思って見下してるわけ？この店ってそういうので客を選ぶ店ってこと？さあなあ、仮にそうだとしてもてめえに答えてやる義理はねえ。とにかく出してやった豚バラでも食え、もしくは今すぐうせろ。てめえらみたいな貧乏人がいるとはうちの店の格が下がる。わめきながら出てくんじゃねえぞ。他の客になんだと思われる。誰にも気づかれねえように音も立てずそっと出ていけ。貧乏人なんだから静かに生きるのは慣れてるだろ。じゃな、人生のはぐれも。二度とうちみたいな店に来るんじゃねえぞ。結局惨めな思いをするのはお前らなんだからな。自分たちが傷つく前に俺が助けてやったってことは忘れんなよ。そう言って去っていく店主の背中を睨みつけることしかできないでいた。何なんだよあいつは。どう考えても商売をやる人間じゃねえだろ。もう一度呼び出すか。いや、もういいよ。いいよって、じゃああいつにされたことを忘れろっていうのか。こんなひどい仕打ち、どんなところでだって受けたことがないんだぞ。どうしていい大人になってまでこんなひどいことを言われないといけないんだ。しかも今日は結婚記念日なのに。うん、私も別に穏やかなわけじゃないよ。多分実る以上に腹立ってる。自分でもびっくりするくらい冷静にブチ切れてる。そうなの？うん。あ、なんかまだ戻ってきたんだけど。はいはい、まだいたのか。しかも豚バラにも手つけてねえじゃねえか。なんなんだよお前ら、冷やかしに来たんならもう帰ってくれよ。その豚バラだってただじゃねえんだからな。せっかく用意したのに新鮮な油が溶けちまうだろうが。それとも何、豚バラコースすら払えねえってこと？違う、そういうわけじゃ。じゃあ何なんだよ、もう目障りだから帰れよ。どうしても払えねえってんなら払わなくていいよ。もうめんどくせえからこういう店絶対行くんじゃねえぞ。迷惑被るのは俺だけで十分だ。この町には高級店が多いんだ。てめえらみたいな貧乏人が来る町じゃねえんだよ。さっさと住んでる小汚ねえアパートに帰りやがれってんだ。俺がまた来る前に帰るよ。もしまだ居座るようだったら警察呼んでやるからな。そうされたくなかったらおとなしく尻尾でも巻いて逃げやがれ。何なんだよあの態度は。さっきよりもひでえじゃねえか。もう無理だよアイラ。でよ、こんな状態で食べたって何一つ美味しくない。アイラ？アイラは店主の後ろ姿を瞬きもせずに睨みつけていた。アイラ、どうした？もう帰ろう。チッ、どうしたんだよ。何あいつ、私らのこと舐めすぎ。パパ呼んであいつ消すわ。他の客には普通なのに私らにだけあの態度じゃん。どういうつもりなんだろう。別に明らかに貧乏って格好じゃないじゃん。それなのに、あー、ムカつく。ちょっと電話する。待て、パパってお父さんのことか。あ、やめといた方がいいんじゃねえのか。なんで？ミノルはこんな態度取られて平気なの？悪いけど私は無理。もう最終受付の時間は過ぎてるし、お客さんも引くでしょ？今からパパに電話すればちょうどだと思う。あ、もしもしパパ？今から言う店に来てほしいんだけど。ちょ、アイラ！ミノルはちょっと静かにしてて。うん、問題発生。うちらのことを貧乏人って言って、カニしゃぶコースから勝手に豚バラコースにされた。カニ出してくれって言ってるのに、貧乏人の下には豚バラで十分だって。うん、その辺は大丈夫。多分まともな営業はしてないと思う。アイラの言葉であたりを見渡すと、
確かにちょっと怪しい人の方が多い。だからってお父さんが来たら取り返しのつかないことになるぞ。パパ、あと5分くらいで着くってさ。随分と早いんだな。なんか、うちに行くために車走らせてたみたい。もう少しこの状態で粘れば OK だね。でも、またあいつ来そうじゃない?さっきからめっちゃ覗いてくるんだよね。しかもなんかずっとにやけてた。アイラが電話してる時は睨みつけてたし、そろそろ来そうじゃね?おい、お前!なんで店ん中で電話なんかしてんだ?ったく、貧乏人ってのは本当にマナーも何もあったもんじゃねえよな。そんな簡単なことも言われないとわかんねえのか?ほら、来た。っていうかさっきあっちの客も電話していたじゃねえかよ。それには文句言わねえくせに、マジで何なんだよ。それはごめんなさいね。すぐにでも連絡したいところがあったから、つい。でも、さっきあっちの人も電話していたのに、それはいいのね。うわ、それ突っ込んじゃうんだ。はあ?そりゃあのお客様は、ちゃんと店の売り上げに貢献してくれてるからだよ。てめえらみてえな貧乏人とは違ってな。さっきから貧乏人ってしつこいけど、どこ見て判断してるの?逆にあっちのお客さんたちは、どこを見て金持ちって判断してるわけ?そんなもん、顔や着てるもの見りゃ一発でわかることだろ?むしろお前らは服装で金持ちかそうじゃないかも判断できねえんだ。そういうことじゃねえだろ。ああ、はいはい。もう負け犬のたわごとはいいや。で、どうするの?食って金払うの?それとも払わずに出てくの?さっさと選んでくれねえかな?こっちもそんなに暇じゃねえんだよ。ったく、スタッフ呼んで片付けさせるわ。帰り支度しときやがれ。持ってきていた伝票を叩きつけ、ドスドスと厨房へ戻っていった。厨房に消えたなぁと思った瞬間、入り口の自動ドアが開き、義父たちが現れた。いらっしゃいませ。申し訳ございませんが、受付は終了してまして。ああ、わかってる。そんなことよりアイラ。アイラはどこだ?よう、店員さん。悪いんだけど、若い夫婦がこの店にいないか。ちょっと用があってな。案内してくれよ。パパ、こっちだよ。おお、アイラ、悪かったな。じゃあ、俺あっち行くから。おい、小松行くぞ。お客様?ああ、店員さん厨房に走ってっちゃった。こりゃ、一悶着ありそうだな。待たせたな、アイラ。別に待ってないよ。むしろ早かったじゃん。近くまで来てたからな。で、お前らを貧乏人呼ばわりしたのは誰だ?俺の大事な娘と婿をコケにしやがって。絶対に許さねえ。今さっき店員が呼びに行ったから、もうすぐじゃない?ほら、来たよ。厨房から店主が現れ、俺たちの前に立った。お客様、どうされました?おお、あんたがうちの娘たちを貧乏人扱いした店主さんかい。一体どういうつもりでお客に対して接客してんだ。そんな対応しかできねえんなら、表の看板にある高級の文字消した方がいいぞ。何なんですか、あなたたちは。こいつらの父親で、連覇組の組長だよ。連覇組って知らねえか?この辺じゃ知らねえ人間はいねえと思うんだが。連覇組、知らないわけないでしょ。組長の顔は初めて見ましたが。何ですか?この人たちの親って、もしかしてさっき電話していたのって。ああ、俺だよ。大事な娘から店の店主にひどいことをされたと連絡が来た。
一体どんな奴がうちの娘たちにひでえことしてんのか見たくてな。もし大した理由もなくこんなことしてるんなら、ただじゃおかねえぞ。それを聞いた店主はマスクとコック帽を外して俺を睨みつけてきた。ミノル、お前はまた俺から奪うのか。なんだ、知り合いなのか。どういうこと？そんな感じ全然なかったのに。誰？なんで俺のこと知ってんの？俺のこと忘れちまったか。まあしょうがねえな。お前の知ってる俺はもっと細い。中学の同級生にノリって男がいたのを覚えてないか？ノリ、ノリ、ああ。思い出したみてえだな。俺がそのノリだよ。高校は全く違うところに入ったから覚えてねえだろうな。それにしてもマスクやコック帽だけでわかんねえなんてショックだよ。中学の時一人の女を物にしようと争った仲じゃねえか。どういうこと？そんな話聞いたことないけど。俺も初耳だな。なんだ、おとなしい男かと思っていたが、結構やるじゃねえか。それで、今頃になって復讐か。みっともねえとか思わねえのか、あんたは。みっともないだって。そんなこと思うわけねえだろ。そもそも俺だって、今日まで忘れていたんだ。いや、違う。厳密に言えば忘れていたんじゃなくて、考えないようにしてた。思い出せば腹が立つし、考えなければどうってことない。だから全然気にもしていなかったんだよ。それなのに、こいつは俺の店に来た。しかも嫁らしき女を連れてだ。許せるか？俺はミノルを好きな女に奪われて、高校も離れたところに入学したんだ。誰も知り合いのいない、一人ぼっちの高校にな。そのせいで食欲ばっかり増して、見ての通りの体型だよ。お前らなんかに俺の気持ちがわかるわけねえだろ。ああ、わかんねえな。おい、ミノル。はい。お前、この男から女を奪ったのか。してないです。嘘つくんじゃねえよ。お前が咲のことをたぶらかしたんだろうが。お前が咲と関が隣になるまで、俺は咲といい関係だったんだ。それなのに、お前のせいで俺は、全部、お前が俺の人生を狂わせたんだ。それに比べりゃ、俺がしたことなんか大したことじゃねえだろ。ただカニしゃぶじゃなくて、豚バラに変更してやっただけじゃねえか。それをいつまでもだらだら文句ばっかり言いやがって。お前は昔っからそういう粘着質なところがあるよな。なんでそんな勝手なことばっかり言うんだよ。俺は別に咲のことを狙ってたわけじゃねえ。隣の席になったからよく話すようになっただけだ。お前が勝手に勘違いして咲のことを疑って追い詰めたんだろうが。そのせいで咲は学校に来れなくなったんだぞ。お前が遠くの高校に入学したのも結局全部自分のせいじゃねえか。同級生にお前のことバラされたくなかったからだろ。だから誰もお前のことを知らない高校に行ったんじゃねえか。うるさい、黙れ。たとえそうだったとしても俺は悪くない。俺じゃなくてミノルを選んだ咲が悪いんだ。ずっと俺のことを好きでいてくれれば幸せにしてやったのに。知ってるか？結局咲は中学の時の先生と結婚したんだ。ほら、俺らが中3の時に実習に来てたあいつだよ。どうしてお前がそんなこと知ってるんだ？もしかしてまだ咲に対して粘着質な行動してるんか？まさか、そんなことしたら咲に嫌われちまうだろ。俺はもう咲の幸せを見てるだけでいい。それで十分なんだ。話しかけたら投稿してくれなくなるかもしれないから、SNS を覗くだけ。俺はもうそれだけで十分なんだよ。ねえ、
それって十分相手に嫌な思いをさせてると思うよ。なんだと？お前に何がわかるんだ？厳密に言えば何もわかんないんだけどさ、よく考えてみなって。自分が不登校になる原因の男が SNS を見てるって相当辛いよ。でもきっとそのサキさんって人は怖いんだと思う。これであんたが見ていることに気づいてるってバレたら何されるかわかんないから。SNS って探せば誰が見てるかなんてわかっちゃうんだからさ。あげなくなったらメッセージか何かでアクションを起こすつもりだったんでしょ？まさかそんなことするわけないだろう。その反応でなんとなくわかるよ。まあなんていうか悲劇のヒーローになりたいんだなーって感じ。どういう意味だ？そのままの意味だけど、あんたはミノルに好きな女を奪われたと思ってる。そもそもそれが勘違いなのにサキさんに対して問い詰めたりしたんでしょう。どうせ俺はこんなに好きなのに、なんでお前は分かってくれないんだ、的なことを言ったりして追い詰めたんじゃない？それでサキさんを不登校に追い込んでおいて、自分は遠くの高校へ逃げたわけだ。その時だって、俺には居場所がないから、とかなんとか考えてたんじゃない？それで大人になってサキさんの SNS 監視して、ミノルや私には嫌がらせ？とんでもない被害妄想男だって自分でわかんないの？黙って聞いてりゃこの女。ミノル、お前の選ぶ女はダメなやつばっかりだな。さっきもこの女も俺のことをなんだと思ってんだよ。なんだと思ってるとはどういうことだ。お前はこの店の店主だろ。そしてこいつらの注文を勝手に変えた男だ。しかも態度だって褒められたもんじゃない。その男がわめくな。お前の態度は接客業をやる人間のものじゃない。そもそも店側は客を選べないことの方が多いんだ。それとも何か、こいつらがこの店で迷惑行為でもしたのか。いや、そんなことはない。でも、でもじゃねえだろ。じゃあこの瞬間、この店に不利益は全くないわけだ。しかも最上級コースのカニしゃぶを頼むって言ってんだぞ。店にとっちゃ一番いい利益が出るじゃねえか。それなのにこんなくったらねえことしやがって。お前は捨てられたんじゃない。そのサキって女に選ばれなかっただけだ。それを32にもなってネチネチとしつこい男だな。どいつもこいつも俺のこと見下しやがって。ミノル、何もかもお前の責任だ。お前が今ここで土下座しろ。俺が土下座する必要あるんか。あるに決まってんだろ。サキが俺から離れたのも今日豚バラコースなのも全部全部お前のせいなんだよ。俺はもう忘れようとしてた。忘れたかったのに思い出させたのはお前だぞ。お前さ、そういうのが言いがかりって言うんじゃねえの？さっきお父さんにも言ってたけどさ、カニしゃぶ出せって言ってんのになんで豚バラ？この店的にはカニしゃぶ食べてくれた方が利益になるんじゃねえの？だからそれはお前らみたいな貧乏人の下には合わないと思って。なんで俺が貧乏人って勝手に決めつけてんの？お前に俺貧乏人なんだよねって話したことあったっけ？うないけど、それはさっきも言った通り俺の経験則で。その経験則ってどんくらい当てになるの？少なくとも俺らは貧乏人じゃないし、その経験則外れてるけど。はあ？それはお前らが勝手に言ってるだけだろ。もしかしたら本当に貧乏かもしれねえじゃん。俺さ、今外資系の証券会社に勤めてるんだよ。え？お前がこの店でいくら稼いでんのかは知らない。もっともお前の体型見れば相当潤ってんだなとは思う。でも俺は
多分お前が想像してるよりはもっとずっと多く稼いでるよ。少なくともカニしゃぶ頼んでも全然平気なくらいはな。この後海沿いのホテルも予約してあるんだよ。カニしゃぶ食べてホテル泊まってっていう最高のプランだったんだ。それを潰しておいてまだ自分だけがかわいそうなのか？知るかよそんなこと。だったらさっさと金払って出てけ。金持ってるって言うなら豚バラコースじゃなくてカニしゃぶ分払え。俺の店への迷惑料も置いていきやがれ。それとこれとは話が別だろう。お前そういう発言がどんどん自分のことを小さく見せてるってわかんねえか。どこまで自分のこと下げれば気が済むんだよ。いい加減にしろ。もう俺も黙って見てられねえや。お前がかわいそうすぎてな。ほら見ろミノル、お前の義理の親父も俺の味方だってさ。何を勘違いしてるんだ。お前の味方なんか一つもしてねえよ。俺はただお前が哀れなだけだ。自分で自分のコントロールもできねえんだな。そんなんだからまともな客が一人も常連でつかねえんだよ。 あんたに何がわかるんだよ。俺だって精一杯やってるだろ。それも否定するのか。いや、そういうわけじゃねえ。でもよ、この店って凛子組がよく来るだろう。ええ。凛子組ってのは、俺の組である連覇組の参加だ。俺も一度この店の前を通ったことがあるから知ってるんだけどよ。最近、凛子の連中が無茶してるって話を聞いたんだが。知らない。俺には何の関係もない。そうかそうか。いや、別にいいんだよ。凛子が警察にマークされてるとも聞いてな。あいつらに場所提供してるところも捜査対象だって聞いたからよ。ほら、最近の警察って俺たちみたいな組織に厳しいだろう。一般人を守らなきゃなんねえから、その責任は重いんだろうけどな。まあ、お前には関係ないならいいや。少なくともうちの傘下の人間にはこの店を使うなって言っておく。人を見て接客態度を変えるような店だって言っとくからよ。別に営業妨害をしてるわけでも何でもね。これは俺が感じたことだし事実だ。悪く思うなよ、悲劇のヒーロー。待ってくれ。俺はどうしたらいい？どうしたらいいってなんだよ。凛子には関係ねえんだろ。俺の参加の組だってこんな高え店来れるほどじゃねえだろうしな。別にこの店にはほとんど痛手はねえよ。いや、そうじゃなくて。ああ、だからなんだよ。もごもご喋ってねえではっきり言よ。俺はそろそろ耳が遠くなり始める年頃なんだよ。さっきみてえに怒鳴るくらいの勢いじゃねえと聞こえねえって。この店は、凛子がよく使ってる。何の話をしてるのかは知らねえが、毎週知らない人間を連れてくる。しかも複数人じゃねえ。大体サシだ。自分たちはヤクザだから、店員を入れるなって言われて、俺が相手してる。さっきの話じゃ、出入りしてる店も捜査対象なんだろ。だったらうちも捜査に入られちまう。そしたらもうこの店は終わりだ。っていうか、もう凛子の連中がマークされてる時点で終わりだ。この売り上げのほとんどは凛子の奴らから落ちる金。そいつらが来なくなっちまったらもう。だから俺には関係ねえって言ってんだろ。そんな、助けてくれるつもりがあるから話したんじゃないのか。そんなつもりさらっさらねえよ。そういえばそうだったなって思ったから言っただけだ。別にお前を助けてやろうなんてこれっぽっちも思ってねえ。むしろ娘たちを傷つけたお前なんか助けてやる義理もねえよ。たとえどうにかできたとしてもな。待ってくれ。何をすればいい？何をしたら助けてくれる？何でもそれ。何でも。じゃあ店畳めよ。え？店畳んじまえば捜査対象にならねえだろ。今ある利益を持って逃げられる。お前には何の被害も及ばない。
大体ヤクザの人間だけが落とす金で成り立ってるって時点でダメだ。そういう奴らはいつ何があるかわかんねえからな。だから世間の人間は俺たちヤクザを嫌うんだよ。じゃあ本当に畳むしか。ああ、畳むしかねえよ。売り上げが減るってビビってんなら畳んじまえ。そんでこの町からも消えろ。目障りだ。次にこの町でお前の顔を見たらどうするか俺にもわかんねえからな。痛い目見る前に消えた方が得策だぞ。ひどすぎる。てめえがいろんな人間にしてきたことよりはよっぽどマシだろ。一人の女の子の人生を一瞬でも狂わせたんだからな。じゃあな、一ヶ月のうちにさっさと出て行けよ。おい、アイラ、ミノル、帰るぞ。こんな店にもう用はない。待ってくれよ、助けてくれ。俺たちはそんなノリの言葉も聞かずに店を出た。その日は食べ直す気分でもなく、そのままホテルへ直行した。そういえばなんだけどさ。何？この前のあの事件のノリってやつがこの前実家に来たらしい。え？なんでミノルの実家に？知らん。でも玄関先で俺の人生を返せってわめいていたんだって。それでどうしたの？母さんが警察呼んで連れてってもらったってさ。もう二度と実家にも近づくなって念押ししてもらったらしい。私たちの住んでるところが分かんなかったから実家に行ったのかな。多分そういうことだと思う。最後まで自分勝手な人だったね。店はパパの言う通り畳んだみたいだけど。テナント募集中になってたもんな。ほんと、八つ当たりもいいとこだぜ。カニしゃぶは食べてみたかったけどね。ほんとだよな。今度また店探しとくよ。でも今度はカニしゃぶじゃなくて、ホテルのレストランがいいかも。わかったよ。じゃあまた探しとくわ。俺はこれからも誠実にアイラと一緒に生きていくことを改めて誓ったのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。